続いて大阪の増尾典文さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。大阪から参りました増尾と申します。今日大阪からは36人の仲間とともにこの静岡にやってまいりました。行きの車中で私たちは核実験による被爆の実相や核兵器や戦争をなくす草の根の運動について学んでまいりました。私自身がなぜビキニデーに参加しているのかといえば、その理由の大きなその一つは自分自身が被爆三世だからだと私は考えています。私の祖父は原爆投下から数日後、村の青年団の一員として瓦礫の整理をしました。祖父自身はそれによる後遺症なくも後遺症もなく天寿を全うしましたが、祖父の友人たちでやはり被爆直後に広島に入った人たちは次々と亡くなっていきました。一つ間違えると祖父もそうなっていたかもしれません。この核兵器の問題というものは私にとっては実は私の命の問題になれる、そういう問題だと考えています。さて、昨年の NPT 再検討会議で大阪からは143名の方々がニューヨークで核兵器をなくそう、戦争をなくそうと声を上げました。そして今先ほど被爆者の方々から新しい署名の提起がありました。私たちとしても被爆者の方々を先頭に、そしてとりわけ私たち若者としてもですね、これまで多くの人々が作ってきた運動を引き継いでいきたいと思っております。地球上から核兵器も戦争もなくなるその日まで私も頑張っていきたいと思います。皆さんご一緒に頑張りましょう。